ゆっくりみだらだぜ。ゆっくりだんだだぜ。あれ？前回と立ち位置が違うぜ。前回と違って今回の事件で実際に動き回ったのは、俺自身だからな。解説はみだらさんに任せるんだぜ。今回はボケないのか？今回の加害者は前回を超えるヤバいやつだから、ボケるのはお前に任せるぜ。この界隈ヤバいやつしかいないのかよ。どの界隈にもヤバいやつはいると思うが、こいつは S 級ランクだな。マジモンのモンスターだぜ。聞くのも恐ろしい感じだが解説を頼むぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ところでだんだ。なんだみだら？YouTube や SNS って、こんな好意的なコメントが入ることがあるよな。人気 YouTuber のコメント欄やリプ欄によく見る光景だぜ。逆にこんな誹謗中傷コメントを目にすることもあるよな。迷惑系 YouTuber とかにはおなじみの地獄絵図だぜ。実はこれらのコメントが同一人物によるものだとしたら？どういうこと？ある YouTuber さんにアルファさんというファンがいたとする。アルファさんはその YouTuber さんが動画をアップするたびに、好意的なコメントを入れてくれる。一方その YouTuber さんの Twitter では、ベータさんというアンチから粘着され、定期的な罵倒リプが届く。ふんふん。そのアルファさんとベータさんが同一人物だったとしたら？怖い、怖すぎる。てか、そんな奴が実在したら完全に最高なパス野郎じゃないか。実在したんだよ、この界隈に。うわぁ、近寄りたくない。俺だって近寄りたくはないが、身内に被害が出たとなったら話は別だ。本当は面白がってるだけじゃないのか？俺のことをよくわかってる風に言うな。いやだってそうじゃん。詐欺師追っかけて広島まで行くとかお前も最高野郎だって。そう、俺も最高って俺のことはどうでもいいんだよ。今回はそんな最高野郎のお話だ。最高対最高だな。サンダ対ガイラみたいに言うな。前回の被害者が A さんだったということは。そうだ今回は B さん、丁寧な編集で人気を博しているレトロゲーム系 YouTuber だ。おお、B さん知ってるぞ、俺もよく動画を見てるぜ。それなら話は早いと思うが、B さんは炎上とは全く無縁のタイプだ。B さんといえばソフトな語り口が特徴で、とにかく編集が上手いって印象だな。っていうか叩かれるイメージが全くない。どちらかというと愛される方だろ。その通り、叩かれる要素が全くない人だ。敵だらけのお前と違ってな。俺は暴漢に刺される可能性を考えて日常生活を送ってる。お前はどこの国の要人だよ。てんなことはどうでもいいんだよ。ことの発端は2022年1月19日。雨がっぱを羽織った猫、というアカウントが、B さんへ暴言リプを送ってきた。内容はこんな感じ。買い物依存の二次元コンプレックスキモーター。30にもなって二次元に発情してるの痛いし気持ち悪すぎ。ブオエ。しょっぱなから飛ばしてんなー。他には、根拠なく犯罪者呼ばわりしたり、つまらないだの知識がないだの聞くに耐えない暴言を連発。うわぁ聞くわぁ。しかし、これ毎回同じようなことばっか言ってないか？そうだ、雨がっぱのボキャブラリーは、びっくりするほど貧困なので暴言もワンパターンだ。オウムのように同じことを繰り返す、頭の弱い暴言マシーンと化している。ざっと例に挙げるとこんな感じ。買い物依存、かまってちゃん、二次元コンプレックスうんぬん、滑ってるまたはつまらない、30にもなって、知識がない、ブオエ。さっきからブオエ、ってなんだよ、わら。吐くときの擬音だな。ネットスラングみたいなもんだが、そこまで流行ってるものではないと思う。しかもこれらの暴言は全部言いがかりみたいなもんだ。というと？例えばこれだ。マリンちゃんにならお金をつぎ込めます。わら。30にもなって二次元に発情してんのガチで気持ち悪い。マリンちゃんというのはパチンコの海物語のキャラだな。マリンちゃんならお金をつぎ込めます。マリンちゃんファンだから。ついつい海物語に投資しちゃいます。っていう B さんの冗談めかした発言を、二次元に発情と歪曲して抽象してる、立ち悪いな。その後も俺が、どういうつもりですか？と突っ込むまで、暴言は3ヶ月以上続いた。おお、止まったんだ？
その時は特に返信もなかったので、本赤に DM でとつった。本赤、わらわら、バレてたんだ、わら。そうだ、これが暴言赤の本赤、猫響き、だ。次は俺が猫響きに送った DM を紹介するぜ。唐突に失礼します。雨がっぱを羽織った猫、というアカウントをご存知ですか？去年から B さんの Twitter アカウントに対し、暴言を吐き続けている迷惑なアカウントです。このアカウントに接触を試みましたが、特に返信もありません。B さんは特に気にしていないようですが、友人としては非常に腹立たしい限りです。え？ B さん気にしてないの？そうなんだ、わら。俺もこの被害があったことを B さんの口から聞いてなくて、B さんに尋ねたところ、こいつまだいたんですね、わら。ミュートにしてたから存在を忘れてました、わら。という返信があったくらいだ、わら。なるほどな、でも B さん自身が気にしてないなら、ほっといてもよかったんじゃね？まあそれが正しい選択なのかもしれないが、奴の暴言は B さんのファンや、B さんとつながりの深い人たちの視界に嫌顔でも入ってくる、俺も含めて怒っている人たちの誘引を下げるため、二度とこんなバカが出てこないようにするためにも、不要だと考えた末の行動なんだぜ。なるほどな、それなら納得だぜ。やっちゃえゴーゴー。よし、じゃあ続きを読むぜ。猫響きさんが、B さんの動画に、コメントを入れていただいているのを拝見しました。B さんの動画を熱心にご覧になっているようですので、何かしらの情報をお持ちではないでしょうか？ B さんに恨みを持つ人とか、何か思い当たる情報があれば、ご提供いただきたいと思ってメールさせていただきました。どういった情報でも構いませんので、何かあれば教えていただけますでしょうか？よろしくお願いいたします。すげえ丁寧だな、わら、サイコ野郎、かっこ、みだら、からのメールとは思えん、わら。警戒させないことが大事なんだよ。続きを読むぞ。貼られているリンク見たら、その人のいいねに、私のツイートがいいねされてたので、私のところに来たといった感じでしょうか？残念ながら、面識は全くないのでわからないですね。お返事ありがとうございます。私自身、アマガッパアカウントにリプを送ってみたのですが、全く反応がないので困っていました。アマガッパさんは猫響きさんのアカウントにいいねしているので、もしかしたら反応してくれるかもしれないと考えています。お手数で大変申し訳ないのですが、DM とかで過去の追消しをして謝罪するよう、アマガッパに進言してもらうことは可能でしょうか？これが続くようなら B さんに、警察及び弁護士に相談するよう進言してみようと考えてます。大自然な感じでいいね、わら。しかし、アマガッパも猫響きも同一人物なのに、なんで猫響きからアマガッパへ DM を送らせたんだ？これは俺が仕掛けた罠だ。どんな罠なんだ？まあ慌てるな。続きを読むぜ。パッと見た感じつぶやいてないみたいですが、今も稼働してるんですかね？このアカウント。これは昨日のスクショですが、ツイートと返信を見れば確認できます。なぜか鍵垢になってますね。ツイート返信の項目は見てませんでした。あとさっき DM 送ったら突然鍵垢にされました。ありがとうございます。DM のスクショとか取れますか？すみません、消してしまいました。DM を送ったのであれば後からでも確認できるので、スクショは取れますよ。なんかよくわかんないですけど、一覧からなくなってました。DM 消えるの巻、わらわら。見事罠にはまったというわけだ、わら。どういうこと？後で詳しく説明する。続きを読むぞ。実は最初からあなたが犯人だとはわかってましたし、同一人物と考えるしかない証拠も収めてますし、暴言ツイートも全部魚卓に取りました。つまり、B さんが警察に届ければあなたは確実にアウトです。どうしてあんなことをしたんですか？はてな。この後、俺は猫響きにブロックされるが、すぐに解除された。どうして一瞬ブロックして解除したんですか？言い訳あれば伺いますよ。憶測で物言うのやめてもらけません。なんなんすか？やめてもらけません、わらわら。こいつ、テンパると誤字が多くなるんだよ、わら。続きを読むぞ。憶測じゃなくて、きっちりとした証拠がありますよ。ちゃんとコメントしてくれるなら提示しましょうか？さっきみたいにブロックして逃げないと、
約束してくれるのであればね。その証拠は？これは甘がっぱがツイートしてたものです。はぁ、って急に態度悪くなったな、わら。これが奴の本性だよ、わら。床の木目が完全に一致してます。何か言うことありますか？そんなのどうとでもなりますけど、むしろあなたがこじつけで加工してるかもしれないじゃないですか。どちらもツイートは、ほぼ改良をしない。どちらもアンドロイドを使用している。どちらも猫アイコンアカウントを使用。どちらも猫を飼っている。甘がっぱは猫響きツイートをいいねしてるのに、なぜかフォローしてない。どちらも同じワードでツイート。米印霊、発情。くっそ気持ち悪い。かまってちゃん。かまってちゃん丸出し。ブオエ。フルコンボ。しょうもな、イカ役。さらに DM を送ったのに消えたという謎現象。これでもこじつけですか？自宅じゃなくてマンションなんすけど。はい、マンションなのはわかってますよ。一軒家のつもりで自宅と言ったわけではありません。っていうか、突っ込むの底ですか？マンション、わらわら。これは笑ったよ、わら。マンションだろうが一軒家だろうが、自宅は自宅だろ、わら。続きいくぞ。結局は全部憶測じゃないすか。いや、もうあなたと考えるしかないんですよね。っていうか、よくこの状況で憶測とか言えますね。そんなことより、B さんにあんだけ好意的なコメントしておいて、裏垢で叩きまくりの理由を聞きたいんですよ。それともまだ憶測とか言います？木目は私が加工したっていうなら、木目画像が一致する様を動画にしましょうか？魚卓は撮ってるんで、そこから猫響きと甘がっぱの魚卓から画像を引っ張ってきて、フォトショでどうやって一致まで持っていったか動画にしますか？追消ししても無駄ですからね。いい加減諦めましょうよ。100人見たら100人があなたが甘がっぱだと言いますよ。動画にしますか？でこちら許可はしてないので、勝手に決めつけて YouTube にアップした段階でアウトです。YouTube にアップするとは言ってないだろ、わら。動画にするって言っただけなんだけど、YouTube にアップされるのがよっぽど嫌なんだろうな、わら。アップしてるやん、わら。いや、この時点でちゃんと謝罪してれば、YouTube にアップはしなかったよ。自業自得だ、わら。続きを読むぞ。いやいや、そもそもあなたのやってることがアウトでしょ。加工したって言い張るなら、動画にすれば加工したとは言えないってのがわかりますし、誰も YouTube にアップするなんて、言ってないじゃないですか。何が怖いんですか？要するにこっちは一切加工してませんからね。って言える状況はいくらでも提示できるんですよ。それでも憶測憶測って苦しすぎます。B さんにごめんなさいっていうだけの話じゃないですか。大人として人間として、それでいいんですか？ちょっと自分のやってきたことを振り返ってみてください。こんなことを繰り返したらいつかマジで捕まりますよ。これをいい機会と捉えるか、最悪と捉えるかはあなた次第です。このメッセージを最後にブロックされたよ、わら。マジかよ、わらわら。本当に B さんのファンだったの？動画に好意的なコメントとか入れてたの？ B さんに聞いたら動画を最初から最後までしっかり見てくれるヘビーユーザーだったそうだ。それでも裏では暴言吐きまくってたとか恐ろしすぎるな。っていうか、暴言垢にあの自宅の床画像をアップするとか、迂闊すぎるだろ、わら。あれはおそらく誤爆だと思う。あんな暴言垢にゲームを購入した報告なんて不自然だからな。憶測だとかこじつけだとか言ってたので、互いのツイートにあった床の木目画像が一致するまでを動画にしてみたぜ。まずは甘がっぱ赤の画像をキャプチャして保存する。今度は本赤の画像をフォルダに保存する。フォトショップを起動。二つの画像を開く。甘がっぱ画像のカンパスサイズを大きくする。そこへ本赤の画像を挿入し、リサイズし、回転する。画像を変形し、角度を調整する。本赤の画像を半透明にして一致するか検証する。という感じだ。ウケる、わらわら。でも甘がっぱ赤が本赤の画像を勝手に使ったということはないのか？それはない。本赤の全ツイートを確認したし、Google で画像検索しても引っかかったのは、甘がっぱ赤のツイートのみ。つまり、この画像を投稿したのは甘がっぱアカウントしかいないんだ。極めつけは、俺の依頼で本赤が甘がっぱ赤に、D
DM を送っているはずなんだが、なぜかその DM は消えてしまったと言っていることだ。消えるわけないじゃん、わら。そうだ、消えるはずはないんだ。真相はおそらくこうだ。自分が自分に DM を送るなんて、間抜けで面倒くさい真似をするより、DM 送ったら甘がっぱに鍵垢にされた、と言えばいいと思ったんだろう。鍵垢にされようが、ブロックされようが、自分で DM 削除しない限り消える、なんてことはありえないんだがな。これが俺の仕掛けたわな。奴はわざわざ本垢から裏垢に DM を送るような、面倒な真似はしないと呼んでいたのさ。猫響きも甘がっぱも同一人物なんだからな。適当に理由つけて送ったら鍵垢にされたとでも言っておけばいい。俺の予想通り DM を送ってないからキャプチャが取れない。DM を消す理由はないから一覧から消えてしまったという、謎の言い訳をしたってことさ。99% こいつだとは思っていたが、この発言で 100% こいつだと確信した。本垢の別のツイートで同じゲームの、スーパーマリオアドバンス4を購入しているのも確認済みだ。ちなみに暴言垢と同じ思考の持ち主である、根拠はこれらのツイートだ。しょうもな。フルコンボ。かまってちゃん。二次元ちゃん付け。二次元発情。買い物依存。ブオエ。120% こいつやん。わらわら。ストレスが溜まると、ゲームでボコってストレス解消したり、リアルに若いお姉ちゃんおじいちゃんに暴言吐いたりしてるらしい。なんだこいつ。人として最低やないか。こんな性格のやつなら裏垢で暴言吐くとか、全然おかしなことじゃないよな。むしろ自然だわ、わら。しかし、なぜ B さんをターゲットにしたのか？ツイートから察するに基本的に女子供老人とか、弱者に強いタイプだからな。B さんはおとなしそうで反撃するタイプじゃないと、思ってのことじゃないか？要するに誰でもよかったのか？その辺は何とも言えんが、サンドバッグになるなら誰でもいいってのはあると思う。あとは、好きの裏返しというか、ファン心理が逆転したとかそういう可能性も考えられるな。なんで俺の好きな B が二次元女の話とかすんだよ。B がこんな発言するとかありえない、みたいな歪んだ心理、自分の理想の YouTuber でないことに腹を立ててるとか、そういうこともあるのかもな。何にせよ恐ろしいぜ。まあでもとりあえずこれで決着だろ。甘がっぱ垢も消えたんだし。ところがどっこい、このレベルのサイコ野郎がそれで終わると思いか？やっぱりそうですかー。わらわら。次回はさらにきつい内容になるぜー。